はい、RBC 本社前からお伝えしますこちら30分ほど前から時折強い雨が降り始め体に当たる風もだんだんと強まってきていることを感じます猛烈な台風11号は午後5時現在那覇市の南東およそ150キロの位置にあって1時間におよそ20キロの速さで西南西に進んでいます 中心の気圧は920ヘクトパスカル中心付近の最大瞬間風速は75メートルで中心から半径95キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています台風11号はこの後猛烈な勢力を維持しながら南西へ進み今現在沖縄本島地方に最も接近しているとみられています 沖縄地方は週末にかけて長時間台風の影響を受ける恐れがあり気象庁が暴風や高波などへの警戒を呼びかけていますはい、本島地方でも次第に風が強まっているようでした、はいでね、本社前から中継でしたではその台風について詳しく解説してもらいます気象予報士松沢さんですはい では台風十一号の進路図を見ていきましょう台風十一号は午後五時現在那覇市の南東およそ150キロ付近にあって1時間におよそ20キロの速さで西南西に進んでいます現在の中心気圧は920ヘクトパスカルこの後まだ発達する見込みなんですね明日には915ヘクトパスカルとなる見込みです 本島地方は夜の初め頃に最接近となりますので今まさに最も接近している状態です今後もさらに発達しながら南西に進み明日にかけて先島諸島にも接近する見込みですその後さらに南の海上で動きがゆっくりになりますが4日にかけて北上し再び 沖縄地方に影響する恐れがありますで、実はもう一つ熱帯低気圧が発生しているんですねこちらの進路図も見ていきましょうはい、現在フィリピンの東の海上で熱帯低気圧が発生しています12時間以内に台風になる見込みですただ明後日には再び熱帯低気圧になる見込みなんですね というのも今、台風11号がこの辺りに発生していますが、はい、この台風11号が熱帯低気圧を巻き込むように発達していく見込みです。うん、そのため熱帯低気圧 事態はそこまで発達しないんですが、この台風と熱帯低気圧の影響で、沖縄地方は長期間影響が及びそうです。一回下がってから、また北上してくるということですから、はいはい、なかなかこう油断できないですよね。ねうん、はい、ちっと油断できない日が続きそうです。はい、気象庁が発表している早期注意情報を見ていきましょう。こちらです。赤い部分が暴風警報が出る可能性が高いところです。 本島地方、今まさに暴風警報が発表されていますが、台風はこの後本島地方から遠ざかりますので、暴風警報は明日未明までに一旦解除される見込みです。ただ、その後再び台風が北上してきますので、3日から4日にかけて、本島地方や先島諸島で暴風警報となる可能性が高くなっています。予想される最大瞬間風速はこちらです。 明日本島地方で35メートル先島諸島で30メートルで非常に強い風が吹く見込みですそして波の高さは本島地方で8メートル先島諸島で7メートルと大しけとなる見込みです今回の台風はコンパクトながら猛烈な勢力となっていますので接近して急に大荒れの天気となりそうです今後の最新情報を ご確認ください以上、台風情報をお伝えしました。